そうか、ここからはではまずは078って何でしょうというのを、説明していきたいと思います。皆さんSNS で送ってくださいね。見てもらえるようにねお願いしますね。はい、ここからはどうぞ。はい、078の運営員をさせていただいている片野彩子と申します。はい、片野さんと一緒にね、片野さんはいろいろもうねたくさんのことをこの078でしておりますので、じゃあ078は何か一緒に見ていきましょうか。はい、はい、それじゃあお守りといてくださいね。はい、このブースに来ていただきますと、ね、まずは今設置したばかりです。この078のバックボードといいますか、バックボード幕がありまして、078が何かという展示がしてありますが、じゃあちょっと一緒に。はい、2019年の概要といたしまして、うんうんうん、今年も4月27日から29日の3日間、6エリアにて開催が決定しております。はい。去年より一つ増えたんですよね、エリアがね。はい。はい。エリアそれぞれ何かというのをこれから説明していきますけれども、対象となっているのが、都市生活の面白み、心地よさを追求する市民、クリエイター、エンジニアということで、まあ、平たく言うと、みんなということになりますよね。全員が対象です、この078は。どんな年齢の方でも、どんな人でも来てもらっても楽しめるようなジャンルがあるということになっておりますので、はい、じゃあ、見てください、これほら。名誉委員長、実行委員長は神戸市長っていう感じに、ね、なっておりますからね。はい。それから、委員長が神戸大学大学院システム情報学研究科准教授、藤井信忠先生。はい、これが、片野さんの、はい、お世話になっている先生です ですね。そして、副委員長が株式会社神戸デジタルラボ代表取締役長吉一郎さんということになっております。さあ、では見ていきましょうか。まず、はい、エリア1、港の森公園です。片野さん、この港の森公園はどんな感じになってますかね。はい、今年は、午前中から、お昼にかけてまでは、神戸市さんの企画を、展開をしようと考えておりまして、その3時から、6時までは、3時から6時までは、ピクノを中心としたミュージックの開催を企画しております。はい。ね、テクノを中心としたミュージックというか、港の森公園わかりますかね、皆さん場所ね。震災復興記念公園という、正式名称、神戸震災復興記念公園という正式名称ですけれども、ずーっとフラワーロード降りてっても海に突き当たる手前の左側ですよね。貿易センタービルよりももう南側、国道を渡ったところに大きな公園が、芝生の公園ができておりまして、そこが、震災復興公園。震災復興記念公園、港の森公園ということで、ここのね、野外のね、音楽、コンサート最高ですよね、ライブね。最高です。ね、はい。特に夜になってくると雰囲気がすごく良くてね。はい。うん。この写真がなかなか素敵だと思うんですけどね。お子さんがこうやって楽しんで、肩車されて楽しんでいるというようなことで、まずエリア、の位置は港の森公園ということになっています。音楽がまあメインということになります。そしてでは、エリア2に参りましょう。エリア2はデザインクリエイティブセンター神戸、キートです。さあ、キートでは何が片野さん行われますでしょうか。はい、キートでは、078の主な分野の一つである IT を中心とした、まあ、インタラクティブという形で、さまざまなカンファレンスだったり、トレードショーの開催を予定しております。そうなんです。トレードショーとそれからカンファレンスですよ。でね、このカンファレンスがものすごい人たちが来るんですよね。はい。これまあ、基本的には全部無料ですけど、普通だとやっぱ有料でお金払わないとこの人たちの話とか聞けないよねという人が、なんと神戸にこの時ばかりは集結するという。もう、まあ、世界からって感じだよね。はい、そうですね。はい。特にAI とかね、それからシンギュラリティとかね、あと今年はなんか自動運転の、はい、うん、そうですね、なんかお話も何でもなんかもあるんじゃないかという噂もありますけれども、はい、そういう、まあ、新しいこうテクノロジーであるとか未来ってどうなるんだろうなっていうのがこのキートデザインクリエイティブセンター神戸に行くと見られるということになっております。この場所わかりますかね。キートは先ほどの港の森公園の、まあ、その南側、西側、
って言ってかな、南側やね、あの信号渡ったところに、はい、あのレトロな建物は税関の向かいですね、神戸税関の、東側の素敵な建物がキートとなっておりますので、こちら、キートでのイベントは4月の28と29、はい、2日間となっておりますけれども、先ほどの港の森公園の方も4月の28と29、初日の27はないですが、ぜひね、お越しいただきたいなというふうに思います。今のがエリア2でした。はい、さあ、では、エリア3見ていきましょうか。エリア3は東遊園地ということで、こっち行こうか。こっち行きましょうか。はい。エリア3は東遊園地です。東遊園地は皆さんよくご存知ですね。神戸市役所の南側にある公園ですけれども、片野さん、ここの東遊園地の目玉は？東遊園地では、うん、キッズの、企画と、あとジャズの、うんうん、ミュージックが主に展開されます。そうですね。キッズ、子供たちがいろいろと楽しめるイベントがあって、去年は、スイミープロジェクトとかね、あと、青空ワークショップなんかも行われた。今年もそれが行われることになっておりまして、楽しいですよ。もう子供はキャッキャ言って楽しめるような子供向けイベントがあったり、あと、なんかダンスレッスンなんかがあったりします。それからジャズの演奏もね、ありまして、こちら、地元神戸ゆかりのミュージシャン、それから学生バンドなんかも出てきて、外、屋外でね、ジャズの演奏を楽しめるという東遊園地です。いらっしゃいませ。どうぞ見てくださいね。今の。インフォメーション、どんどん人が来てくださってて、はい、嬉しいところですけれども、それから、あ、忘れちゃならない。アニメも。アニメもあります。アニソンアイドルステージということで、東遊園地。東遊園地の方は、4月27と28の2日間。最初の2日間ということになりますね。ちゃんとお酒も楽しめるようなブースも出ますので、はい、ワインを片手にジャズを聴くとか、あとはの子供たちには遊んどいてもらうとか、多分ラグビーの体験もここでやるのかな。そうです ね、去年はやってましたよね、ちびこラグビー、今年はワールドカップラグビーありますので、はい、神戸も会場となっておりますけれども、しっかりねラグビーの方も盛り上げたいなというのが東遊園地です。さあ、そしてですね、エリアの4がメリケンパークです。はい、メリケンパークはどうなっておりますでしょうか。メリケンパークは078一押し、うん、ミュージックが、そうなんですよね、ものすごいあのバンドというか、アーティストがやってくるんですよね、はいはい、うん、今年も豪華ラインナップということになっておりますで、去年なんか聞くところによると、こんな人の演奏タダで聴けるのみたいなね、はい、そんな評判が、はい、巻き起こっておりましたけれども、今年もですね、あのメリケンパークがまた今雰囲気すごく良くなってるやん、はい、そうですね、ね、で何よりメリケンパーク、私が注目してるのはあのフードトラックが結構来るんですよね。そうですね、うん、はい、あの美味しい美味しいフードトラック、フードトラックってね、分かりますかね、まあ、平たく言うと屋台の車っていう感じですけれどもキッチンカーか、キッチンカーが来ていろんなあの食べ物、それからもちろん、飲み物が楽しみながら音楽が聴けるというのが、この、あ、どうぞ持ってってください、ありがとうございます。078知ってました？ちょっとフェイスブックで見たこと、あ、フェイスブックで、ありがとうございます、はい、今あのお客様が来てね、はい、あの手元だけ落としましょうか、こうステッカーをちゃんと持っていってくださっていると、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ、ぜひ来てください。はい、今のがエリア4メリケンパークでした。メリケンパークの方は4月28、29の2日間となっております。さあ、どんどん行きましょう、汗かいてきた。エリア5は高浜岸壁になっています。高浜岸壁って皆さん分かりますか？あのハーバーランド、そう、ハーバーランドのところのモザイクの前ですね、とても綺麗なところですけれども、あのモザイクの前を高浜岸壁と言いまして、さあ、ここでは何が行われますでしょうか。ここではフィルム、うん、映画の上映などを行います。ね、去年もこの屋外で映画を楽しめるというイベントをやっていたんですが、今年もね、同じようにこの 高浜岸壁では映画、フィルムが楽しめる。あと、映画だけじゃなく、ファッションショーなんかもね、ここでやるということになって、このあたりちょっと後でじっくり聞いてみたいと思います。高浜岸壁は、なんかイタリアンフェスティバルもね、やっているということで、イタリアンをいただきながら、なんか映画とかファッションを楽しめるというふうになっておりますね。これが4月27、28です。
で、最後エリア6が、ここが今年から新たに加わりましたエリアになっておりまして、三宮センター街、一丁目商店街ということで、まあ、まさに今私たちがいるあたりですけれども、ここでですね、これはあれやんね、夜バルやね。そうですね。うん、はい。27日の夜8時から、夜バルという形で、飲食を楽しんでいただけるように考えております。はい。センター街の夜バルっていうのは結構ね、何度か開かれているんですけれども、今年はこの078に合わせて開催ということで、いろいろね、いろんな今ご紹介してきたエリアを楽しんだ後に、夜にここに行って、バル的、バルを楽しめるということになってますので、こちらの三宮センター街夜バルにもぜひお越しください。4月27日の土曜日1日の開催ということになっています。さあ、ということで、ざっと078ご紹介してきましたけれども、皆さんお分かりいただけましたでしょうか？どうでしょう？ね。ゼロ七八ね。わかりましたか。ということで、078、今年の4月27、28、29に神戸で行われます。本当に大型の皆さんで参加できるイベントということになっておりまして、基本お代はいただきません。基本はもう無料ということで、もうぜひぜひ皆さんに来ていただきたいんですが、その中でジャンルがいろいろ。